多分11だね、5000。なのかボスじゃないのかもすらもわかんないんだけど、ちょっと明確なボスね。みんなの力を合わせてみましょうか。準備できたらもう一回。デイルボーンって書いてあるけど、消えたわ。じゃあどうすればいい？じゃ戻るわよ。拍子抜けね。あ、三原、あっちの壁、壁を伝って移動したみたい。壁面を踏んで起動できるというの、ラプチャーが。それできないわよね。ラプチャーは基本四足歩行なのよ。新たな情報ね。トーカティブは壁を伝って移動できるって。それから私たちの追跡に気づいてる。知能があるということですか？それはありえないわ。ラプチャーは知能がないもの。追いつかれたら逃げる、そういうアルゴリズムみたい。三原、ご褒美ご褒美。まあ確かに今回はご褒美をあげても良さそうだわ。うん、ご褒美をあげるわ。通覚センサーを切るわよ。何やってるの？拗ねてますね。三原、すごく痛い？どう？そうね、すごく痛いわ。ねえ、ちょっと私混乱してるんだけど。やり方覚えないとまだダメだよな。これは何が起きているのでしょうか。あ、広く浅くでいいんじゃない。よくご存知ですね。そういう方面のこと。え、そういう方面って何ですか？それは。三原、もっと痛くしてもいい？いいえ、ご褒美はここまで。夢中になりすぎちゃダメだから。わかってるわよね？うん、ユニもっと頑張る。攻略だよね。出てきた。お呼びでしょうか。
間12をクリアするってあるんだけど、え、あ、間12をクリアするって書いてあるんだけど、あ、そうなんだ。間でどれくらいあんのこれ。すまんすまんすまん、いろんなことがわかんねえわこれ。もうあれなの、サブなの、サブはサブで出てくるの。わかんねえ。わかんなすぎてやばい。光線に突入します。いやでも3の12って書いてるぞ、間違いなく書いてるぞ。足跡がまた消えた。この辺は何もないわね。壁を伝って移動したわけでもなさそうだし。ということは、ラプチャ強襲です。エンカウンター。けど気楽にやればこんなに進むと思わなかったわ。でもストーリーが入ってんだから、これが真のボス、アンヌ12が真のボス。ウサギさん、一緒に遊びましょう。でもなんかもっと続きそうな気がするんだけど。準備できたらもう一回。なんか条件ついてるぞ。8章とか行くと1万5000とか要求されるね。戦闘力がやばいね。なんて英語くらいまであんのかね。英語くらいまであんじゃね。なんかそんな雰囲気っぽいんだけど。目標地点エンカウンターですって。とてもじゃないけどなんかそんな雰囲気っぽいよこれ。やってるからそこの注意書きのやつが多分マニュアルでやるとき分かんないんだよね多分ね。イベントのやつとかを、まあ、4章は多分進まなくなる。1週間ぐらいはログインのためのあれだから、最悪ちょっと休んで戦闘力上げて放送って感じの方がいいかもね。この風がどうか勝利を得ます。もっと強く、休むことなく打つのです。
まあ、15まであるっぽいな、なんか。なんか、エンド画面のなんか、あの、5つのダイヤ、なんか、石型みたいなやつの色がついてる、ついてないで。15までっぽいな。15までっぽいっすね。指揮官、ご命令を。14かもしれない。これがボスなのかもしれない。目標地点に移動します。かもしれない。敵が向かってきます。印象って結構厳しいね。あの十分なのかもね。ストーリーとかあればなんかボスっぽいね。手に持ってっけどね。敵目視に確認。重要か重要かなんだ。ストーリーないっぽいんだけど。試合もあれ。この風がどうか勝利。適性があると思うよ。近距離とか遠距離とか多分適性があって、そこに属性が入ってると思うよ。このゲーム、これもちょっと分かんねえから、コーディアはただ入れてるだけだけど。やっぱりチェックマークがついてるから3の15までっぽいんだよな。うん、なんかそんな感じする、これ。これも勝手な感覚は。状況終了。途絶えた足跡。このぐらいでいいんじゃない？もう強襲という手を使ったラプチャー。間違いない。で、ラプチャーは私たちの追跡を意識している。早めに入るか。エクストラステージとかもあるみたい。後ろに残ってます。ユニ。うん。外れた。火力。ハードモードが17日から開放らしいね。ラピー。24まで。あなたの頭また吹っ飛ばされるところだったね。厳しいね。さっき。ラプチャーの方針は正確に私の頭を狙っていた。何をした？ラプチャー捕獲能力と何か関係があるの？ふーん、鋭いじゃない。ユニは相手の特定の感覚を無効にしてしまうわ。うん、バキューンって打って切れる。もう知ってるだろうけど、私は感覚を交換することができるわ。ニケに使うための能力ではなかったのね。そうよ。これでラプチャーを無力化した後、捕獲。ラプチャーに感覚があるの？ん？ラプチャー向けに開発された能力が、なぜニケや人間にまで使える？うん。あなたたち、何者？まあ、怖いこと。ラピは強引なスタイルなのね。答えて。三原をいじめるな。ユニ、大丈夫よ。詳しいことは私たちも知らないわ。私たちの能力がニケ、人間、ラプチャー全てに効くってことだけは確かだわ。嘘ね。ニケの体は人間だった頃理想としていた形をベースに作られる。自分が望まない能力ができるわけが。私たちを作ったのは主演よ。ミシリスインダストリーの CEO、 その人が私たちに何をやったかとか、そういう細かいことまで
親切に説明してくれると思う？それはそうよね。私たちが知っているのはこういう能力を持ち、この能力でラプチャを捕獲する義務があるってことだけ。それ以外は何も知らないわ。そうか、わかった。フォーメーションを修正する。これから戦闘はワードレスよ。ラピ、自分の素性も知らないニケに何を任せられる？了解。痕跡がまだあるわ。追跡を続けるわよ。もちろん私たちが先頭に立つわ。この風がどうか勝利をもたらしてくれますよ。皆さん、突っ走りますよ。リロードシークエンス実施。Thank you.
指揮官、ご命令を。目標地点、敵が向かってきます。この風がどうか勝利をもたらしてくれますように。突っ走りますよ。リロードしてみましょうか。準備できたらもう一回。隠れたの？リロード。この風がどうか勝利をもたらしてくれますね。もっと強く、休むことなく撃つのです。勝利しました。当然の結果です。痕跡が途絶えたわ。この先はエブラ粒子の濃度が高い、危険性が高まるということよ。どうしようかしら。指揮官、この辺で切り上げる？そうね、単純な追跡にしてはリスクがどんどん高くなってきてるわ。師匠、何ですか？追跡、続けるしかないんでしょ？わかりました。行きましょう。お呼びでしょうか？